裏、ああ売店、はい、いいっすね。いやほな千尋セット。これから行きますけども、駐車場がほぼ満杯でした。フェニッチが止めたら満車になったってことで、もうここもね、残り一つだったんですよ。もうやばすやばす。今回は大阪大学タオロの会ということで、阪大ですよね。阪大で、ちょっとコメントいただきまして、いつも西成センベルシリーズ楽しく見ていますとか言って、山木南波屋とかぜひ行ってみたいです。ところで今度大阪大学で学祭があるから来てほしいということですよ。そこでセンベロをぜひやってほしいっていうことで、これから行かさせていただきます。このミドウビールって言うたら、Gビールの中でもなんかグランプリ取ってるかと思いますけども、美味しいんですよ。で、母ちゃんはね、スタウトが好きなんですけども、今日は母ちゃんの運転で来ちゃったんですね。なんか目がゴニャゴニャしてこう。ゴニャゴニャっていうか。そうや、目がゴニャゴニャしてくるようなタイル。さあ行きましょうか。どこっていうか。うん。なんか歌を歌ってる声とか、いろんな賑やかな声とかしてきました。そこを方向へ向かえばやってるんだと思いますよ。大学の学祭でビールが飲めるってすごい不思議。せんべろできるのか。うわ、釣りしてるし。うわ、太郎の会っていうことで11番ブースなんで分かりやすいかと思いますね。ブースブースでね違うんでしょ。11番って言ったら果たしてどこか。すげえチャーリーだらけ。これが阪大か。ケニチも入ることができた。反対に11番ブースってどの辺にありますかね。ザバスの揚げ町1分です。ですかね。そうですね。あ、わかりました。あ、これもらってきます。はい、揚げ町。すいません。揚げ町。あ、わかりました。もう声援に引き込まれましたけども、いやでもこれがでも100円やったら安いですよ。揚げ餅、揚げ餅は同じだ。あの揚げ餅が多いですね。君の名はってくれ、この君の君は君なのね。まもなくブース11です。ミノービールが飲めるということで、まだあるかどうかちょっと心配ですけども、行きます。あ、ありましたね。ありました。結構並んでるんで並びましょう。あ、そうですよ。あ、いいですか、いいですか、映っていいですか。いいですけど、ただ、はい、今ちょうどミノビル切れて、はい、今ちょうどミノビル切れて、はい、入荷しに行ったんですよ。あ、ほんまですか。今ないっすわ。どれぐらい来ますかね。今からどれくらいか、はい、30分あります、ね、30分、あ、全然、もう全然いいですよ。いや、いいですね。ガーン、ババーンで。いや、なるほど、ビール仕入れ中って書いてますもんね。いいですね。あ、いいですね、その T シャツね。いや、僕も着ましょうかねとかね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。基礎工学部の池田です。あ、基礎工学部ってまたすごいですね。いきますよ、いきます。3、いきますよ、3、2、1。え、YouTube OK なんですか。OK なんですか。だって、飲み会するときに、はい、ケニスさん見て見ながら飲むんですよ。うわ、ほんまですか。いや、いいっすね。めっちゃ飲みますわ。あ、なるほど、ここで。あ、す、あ、あ、ベビー焼き鳥レゴ違います。うん、あ、すごい。お、あ、お、あーだねー。ハンドルが付けなさいな。ハンドルって確かにパーツ的には難しいないもんな。パッと見たらほんまにマイクラっぽい。いや、これは戦艦ですかね。めっちゃ大きいですよ。とんかつ定食じわにゃ。ダンケーと書いたので置きます。懐かしい、これ黒板のやつやん。台湾、あ、ポテト。ケニスさん、ケニスさん、ケニスさん、ツイート送りました。お待ち、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、声すごいですね。入りすぎて、あ、ちょっとこれ脱いだ方がいいです。いや、ツイッターでいただいて、今日今回ここに来ることができました。ほんまにありがとうございます。いや、こんなことも思いませんでした、僕。いや、素晴らしいじゃないですか。
何学部ですか？理学部の数学科です。まあ、ケイチよくわかりませんけども、でもお酒強そうですよね。いや、そんなことないです。ケイチさん飲んでみたかったんですよ、僕。ビール入荷しました。いやーすごい。すごいビール入荷。いやーそう。裏メニュー何ですか？せんべろセットを用意してんで。せんべろセットを用意してんで。いや、ほなせんべろセット。あ、せんべろセットお願いします。はい、せんべろセット。いや、せんべろ。いや、素晴らしいですね。ミノービル。ミノービル、タル生で入れてます。下見たら分かるんですけど、タルが入ってるんですよ。うわ、ほんまや、あ、ほんまや、タルや。ありがとうございます。はい。うお、揚げたてです。揚げたて。あ、熱いです。お先にこちらバイチェン、はい、あのフルーティーで甘みがあって、はい、ビールになってます。あー、バイチェン、はい。バイチェン、はい。いただきます。どうぞ。早い。あ、いい飲みっぷり。うまい。これちょっとこう、ちょっと恥ずかしいですけどね。あー、すげえ。YouTube で見つけた、苦味が少しあるビールになってます。 ありがとうございます、はい、いやこれミノですもんね。ミノのビールです。いやその前にちょっと熱々のコロッケ。ありがとうございます。いいえ、こちらこそ来ていただき、うん、あ、なるほど。でこれは手作りですか？うん、石橋商店街って最寄りの駅の商店街に、はい、あの太郎パンってパン屋さんがあるんですよ、はい、そこに作っていただきました。僕らあの太郎の会っていうのを会でやってまして、はいはい、その太郎パンっていうのはこの太郎の意味ではないんですけど、はい、まあ、そのコラボにやってます。太郎コラボっていうことで。いや、そすもなビールいいですね。さっきの甘いやつとかは結構ピリ辛で合うんですけど、こっちもこっちでキレとくがあるんで、辛い。全然違いますね。全然違うんですよ。大学の学祭って初めて来たんですよ。ほんまですか？で、はい、学祭自体は一般人が入ったらあかんと思ってたんですけど、来て子供からおじいちゃんおばあちゃんまで来てて、だから来年もやってますか？やってます。いや、ぜひ、ぜひ来年もよろしくお願いします。いいもん用意しておきますじゃあ。来年もちょっとせんべろセットお願いします。任せてください。最後ちょっと。はい、記念撮影。ね、いや。